今回も始まりました、スカビフィカ、スカビフィカ、それでも、まあ、ちょっとまずは、まあね、年末年始、ね、ゆっくり、何食べてるんですか？いや、ガムだけ。なんかスウェーデンのあれあるでしょ、スウェーデンの、あの、何、紙タバコみたいな、ね。ああ、それは違う。それはもうやめた。はい、やめた。うん、あれは危険なので。そうですね。危険じゃないけど、まあ、あの、ハマっちゃうんで。ね、タバコはタバコでしょ。やっぱりスウェーデンに帰ったらもうみんな友達がやってるからみんなね紙タバコをね、うん、そうそうそう、まあまあ、うん、どうなのかな、強いんでしょ結構ニコチン。ああ、癖になりやすい。うん、ね、癖になりやすいというね。はい、じゃあ極悪レミの T シャツを着てますけど、はい、じゃあ極悪、リオンさん、はい、じゃあ次は次はまあ、さ前前回うん、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。カマシュマトはゴットニットオール。ゴットニットオール。ゴットニットオール。はい。うん、で、メリークリスマスは、うん、ゴーデュール。ゴー。ゴーデュール。ユール。デュールは、デュール。デュール。ジ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 ュール。ゴッデュール。で、デュールは、実は、なんていう？クリス、クリストじゃなくて、うん、その、もっともっと前、はい、ノース、うん、ノースの神様の、名前。ああ、ジュール。だからスウェーデンのクリスマスは、もっと古い、ま、ノルディックな、そうそう、まあ、北欧神話、うん、神話になるのかな。でだから24日に、うん、メインの、うん、はい、でそれ、うん、よくゴーデュール、ゴーデュール、オック、ゴッツネットオール。あ、じゃあメリークリスマス&ハッピーニューイヤー。ゴーユーロがとっと順番が違うけど、うん、はいはい、でこっちユーロっていう感じでね、はい、はいはい、そうやって祝うという感じで、はい、この間なんか何食べたとかね、いろいろね、そうなんだ、うん、で続きとして、はい、何するんですか。そうですね、プレゼントを開けたり、うん、テレビ、うん、毎年同じ番組が、うん、本当に全く同じ、うん、なんか内容とか、うん、アニメーションとか、うん、もうでもみんな見てる伝統、伝統だから、うん、テレビの伝統、そうそうだ、うん、そうですね、まあ食べる、うん、テレビ見る、うん、家族で過ごすってことはあんまりこう飲んだりは、日本みたいにその何、年末年始忘年会みたいなのない、友達とってなんか、あ、ね、あ、飲む家族も、まあ田舎だから田舎でしょ。うちは、うん、グロッグっていう温、うん、かいワイン、ワイン、うん、うん、ホットワイン、ホットワイン、うん、が、みんな好き、まあ、それは、まあ、アルコールがあってなくても両方もありますけど、まあ、ぶどうのあったかい飲み物とか、そうです、ね、甘くて、それは、うん、グルグっていう、グルグ、日本で、あ、それ難しいな、グルグ、グルグ、グルグ、まあ、ドイツ語でグルヘンワインって、グルグルヘン、それは甘いホットワイン、日本だとあんまり、うん、あんまり売ってないかな、最近たまに多分ドイツのは売ってあったりするかもしれないけど、うん、はい、それは結構酔っ払うんですよ。うーん、いや、まあ、まあ、そうかもしれない。あとは太る。でも飽きる。飽きる。たくさん飲むと。うん。太る、太る食べ物が多いっていうね、印象があるんですけど、それは本当に。みんなクリスマスに太って、うん、で、なんか新しい年のなんか約束としても痩せる。うんうん、それを毎年。そうそう。でもクリスマスはみんな食べる。悪循環。食べて。そうですね。あと、なんか聞かれたんですよね、誰かに。スノーボードとかスキーとか、はい、日本だったら結構ね、もちろん、スウェーデンはもっとやるんじゃないのっていう話を聞いたんですよ。やりますか、スノーボード。そうですね。あんまりやんない。ちょっと寒すぎる。寒すぎてできない。12月はちょっと寒すぎる。うん、スキーには寒すぎて。そう。じゃあ、スキーするのは大体？まあ、一番いい、多分、まあ、うん、1月、2月、3月ぐらい、うん、あ、春の、うん、春は一番いい、春が一番いい、うん、日本からスキーしにスウェーデン行ってもいいんですか。
あでもそしたら南の方というか、あ南の真ん中の方がいいかな。北の方はちょっとやっぱり寒すぎる。寒すぎる、うん、じゃあおすすめはやっぱりストックホルムとか近く、うんうん、初めてだったらストックホルムがいい。ストックホルムに何個かあるんですね、うん、じゃあ多分、うん、スキー場でもぜひ北の方にも。北の方にも。でも北の方はもっとあのリアルでしょ、なんか移動のためのスキーとかですね。そうですね、毎日森の中で。森の中でなんかめっちゃ疲れるし、うん、もう そしたら春がいい。春が雪がもうたくさん残ってるけど、うんうん、そのね寒くない。ほうほう、はい、わかりました。じゃあまあおすすめはこれから。これからこれからね、はい、春にかけて旅行にはいいかもしれない。綺麗なんでしょ、はい、寒いでしょ。でもまあね、でも、うん、寒いからこそ寒いからこそスウェーデンに。そうですね、わかりました、うん、はい、じゃあ次回からあの文法について、ね、はい、学んでいきますので、よろしくお願いします。お願いします。カムサハムニダ。カムサハムニダ。